はい、とりあえずここ行ってみます。ホテルはこれか。暑い、マニラと比べたら暑い。はい、時間を見つけてここへ行きます。サマール島へ。はい、通常無料のボートですが、誰もお客がいなく私だけなんで、ちょっとお金を払って連れて行ってもらうことになりました。通常は無料です。払う必要ないです。向こうの入島料だけで、サマール島の入島料だけで済みますんでね。空いた時間でね、ダイビングしようと思ってたんですけど、ダバオにあるダイビングショップは多分全部閉めてます。で、唯一 OK って出たのが、潜るのがジェネラルサントス、ジェンさんということで、まあ、それはちょっと遠すぎるのでギブアップしました。ここ行きます。あ、ルシッドホテルが見える。はい、サマール島。フィリピンはね、どこ行っても海がすぐ近くにあるんでいいですよね。ここだけ見たら一瞬グアムのサモンビーホテルみたいなね、そんな錯覚だよ。はい、パラダイス、なかなかの透明度です。平日ですがお客さんもいますね。余分に取られましたね、無料やったのに。はい、1人300ペソで入島、 ID とワクチンカードいります。せっかくなんでミスパラダイスでも探しますか。ミスパラダイス候補者が見当たりません。なかなかのボディの方はいるんですけどね。ハロハロでも食べてから帰ります。ここは土日に来る方がいいです。平日ね、人少ないと片道で1人250ペソ取って、帰りもまた取ろうとします。で、文句を言って50に負けさせましたけど、まあ知ってるんかなボスは。そんなことやってます。はい、街中の様子です。普段はね、外歩くコートなんかあんまりしませんけど、ダバオは安心なんで歩きます。いろいろ韓国料理。はい、ダバオでもノンキー、ここいいですね。ノンキレストラン、しゃぶしゃぶ、台湾式しゃぶしゃぶ、コリアンもあって、あとタイマッサージもあります。ここはラーメン屋さんありますね。ラーメン神田。ここ流行ってるね、日本食レストラン。海鮮、へえ、こんなレストランもあるんですね。ダバオ市内を移動するのに、セーフダバオ QR いうのがいります。それはやっぱり ID 以外にね、ワクチンパスポートとセーフダバオ QR を持って帰らないと、
行動できないです。はい、マニラに戻ります。はい、これでマニラ戻ります。もうボーディングタイムで、いきなりのボーディング。こんな感じ。